私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。吉田麻也の CM ってオンラインカジノだったんだね。なんで広告受けたのか。吉田麻也のモザイクか。オンラインカジノの闇、特集に間接出演し、物議を醸す。2021年に彼は、ビーラ&ジョン、通称ベラジョンと呼ばれるオンラインゲームサイトのブランドアンバサダーに就任しています。その特集にサッカー日本代表が間接的に出演し物議を醸している。この日の黒うつつは違法だが利用者が急増しているオンラインカジノの闇について特集。日本国内では違法行為にあたるが未だに厳しい取り締まりが行われていないオンラインカジノの実態を12月14日放送のクローズアップ現代 NHK が取り上げた。スマホ一つで誰でも手軽にできるギャンブルの実態や日本での違法性、他にも海外運営のために取り締まりが難しい現状などが明かされている。さらにオンラインカジノサイトが出している無料版サイトの広告が一部紹介される一幕も。登場人物にモザイクが入った映像とともに無料版で勝利の快感をぜひ味わってほしいですという CM うちのコメントも音声を変えて放送されていた。日本代表の闇も悪実の下に。実は広告に出演している人物はサッカーワールドカップカタール大会で日本代表キャプテンを務めた吉田麻也選手。ただこちらはあくまで無料ゲームサイト、違法ではないのですが、運営元がオンラインカジノなので全く問題なしとはいきません。一部界隈ではオンラインカジノに誘導するために作られた無料サイトとも言われており、だとすれば限りなく黒に近いグレーだと言えるでしょう。当然番組で取り上げた瞬間から吉田の存在に気がついた人も多かった。かねてより同広告に出演していることは有名だったようで、ネット上にはこれは吉田麻也痛恨のファール、吉田麻也にはベスト16よりベラジョンの CM 出てる件について語ってほしいね、あの CM なんかや倍道への第一歩なんだろうなと思ってたけど、やっぱりそういうことなんか。吉田麻也ベラジョン広告出演で黒うつつからイエローカード。吉田麻也の CM ってオンラインカジノだったんだね。なんで広告受けたのか。ベラジョン吉田がクローズアップ現代にモザイク出演でデビューは笑う、などの反響が巻き起こっている。吉田もまさかこんな形でベラジョンの CM が取り上げられるとは思ってなかっただろう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。